27日目です今日ね27日目なんですが、実はさっきちょっとジムに行って帰ってきたところなんですよ。でジム行ってお風呂上がりなんですけど、もうちょっとすでに汗ばんでるっていうねおでこからまたぐらまでびしゃびしゃ。ちょっと運動直後っていうのとお風呂上がりっていうから、今日はね結構期待大、ここら辺のここ最近のあの停滞期を打ち破ってくれるんじゃないかなと思って頑張っていこうと思います。このびしょびしょの前髪で打ち破っていこうと思いますよ汗すごい、スタート汗すごいわ。もうなんかおでこびちゃびちゃだもんね。おでこ以外のところもびちゃびちゃだ。本当に汗すごいわ冗談抜きで汗すごい。今見えていないところびしょびしょなんです。うわよいしょ。あ、でもやっぱちょっとね違う、運動直後っていうのとお風呂上がりっていうので、なんか結構グーっていける。結構ほら結構ほら結構ほら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 いけてるよね。結構本当にグイグイいけてるかも。なんかちょっと気持ちいい、やっててこんだけできるとちょっと楽しくなってきちゃうこんだけ濡れてると楽しくなって。暑い、すごいわ。あ、代謝のいい前髪系どうだい今日追い込めるかも。ここほら今までできなかったこれとか結構できるかも。なんかノリノリだよ。ちょっとヒップホップ聞きたくなりますもん。よあよよよ、私のよ、ケツはよ、やわらけえんだよ本当汗すごい。なんか足のここまでビシャビシャだちょっとペトペトしちゃうどうだい、前髪系のソックス靴下どうだいうん、推しにね、推しの前でまた開いた時に汗すごいよって言われたらヒエってなっちゃうよねすごい伸びる。ジムの後すごいわ、伸び方が違うよ。伸び方が違うよ結構ほら結構グイって下げれる。結構グイって結構グイって結構グイああ本当にグイって下げれると思う。よいしょ。伸び方が違う。ブイーンって伸ばせる感じ。今まではあのもうバキバキに筋張ったのを無理やり伸ばしてたような感じなんだけど、今結構たわんでる緩まってるゴムを結構グイーって伸ばしてるような感じ。ちょっと表現分かりにくいよねすまへんさあ、カエルストレッチだよ。どうだろう、ちょっと期待大。でもなんか惜しい柔らかいんだけど開ききりはしないかな。柔らかくはなってるんだけどね。どうだい、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 どうだい柔らかさはあるんだけど、なんかめっちゃ広がってるっていう感じはないなぁ。さあ1分間開脚です、頑張ってこうね。どうだ、どうだろう、カエルストレッチがダメでも1分間開脚。
広がるかも。でも結構広げれてると思う。だんだんここからきつくなってくるよね。こんなに私に汗かかせるなんてやるじゃん。1分間開脚、ちょっとなんか自信を取り戻せた。ここ最近ずっと停滞期だったから全然広がんなかったんだけど、もう一踏ん張りすればもう一段階開ける気がする。どうしちゃったんだろう。今日すごいじゃん。